と思うね。で、分かった。これは、あの、胸は合ってないと。ちょっとか、あの、だから多分、足はどかしたで。で、だけど、すごい押されて、首が深く取れない。でも、ここは取れた。こういう時に肩つけに行くと全然効かないんで、でもこうすれば抑えれるよねみたいな時に使う、うん、とか、まあすごい救われた時は上に行けば、脇すくえてれば上に行っても、上に行けばいいよね。脇すくわれてるのに上に行くと、パコンされたら、こう厳しくなるから、脇すくわれた時は上に行けないんだよね。で、こんな肩が上がる。そういう時は、これで殺すこともあると思うか。あんまり。そう。肩と、自分の肩と相手の首の距離が長い時は、こう肩で殺せないから手首で殺すってことがあるかな。で、もう脇すくわれ、なんか脇すくわれちゃったら、あの首すくってたら、あのどんどん劣勢になっちゃうから、肩の筋肉とって、きちんと止める時もあるから。で、あの、あと、うん、あと最後の足抜きが、まあ、3パターンあるでしょう。あの、マウントに抜くやつと、腰切るやつと、腰開くやつと。で、立ってマウントに抜くやつは、あのこう首と脇すくってそのまま行く、そのままっていうかな、こう肩でほっぺたを殺す方法で行くよね。腰切る方法は、あの切ってこれは引きつけて抜くよね。で、腰を開く方法は、実はこの肩口じゃないんだな。相手が上手くなればなる、相手の背骨に沿わせる、自分の前腕を。なんでかって言ったら、あの、頭がこっちにあると腰こっち来るよね。でいつも言ってるけど、あの足に来て腰と腰の距離を離すゲームだから、頭がこっちにあると、大げさにあると、腰を抜くと、ここが外れ離れちゃうんだね。うん、で、まあ、そういうふうに言って、その、ニャボンがこの、押さえ込みを部屋を出したときは、俺はこれでいいんだけど、今はあれは自信を持って間違いないですね。で、この時は、頭を相手の股の中というか、へそのところに持って、なんか困るよね。あの、それで何がいいかって言ったら、あの、潜られないのかな、これ。あの、結局、俺の腰が藤田さんの肘より近いから、ここに手入らないよね。うん、で、その、ここで書いたのは、ここ握ったまま、ほっぺたを重くして、このほっぺたを中心に円を描きなさいって言ったから、でもこういう言い方なんだ。これはこれで嫌なんだよ。あの、相手嫌なんだけど、どうしてもお尻下がるから、この手入ってくる。やっぱ入られるわけ。これは何、うん。そう。でもこれもされたくないから、で、その元凶が、あの、俺の思い込みのこの、左の前腕がこう、相手の首に垂直にあるべきだみたい。なんかこれが当たり前でしょって思う。でも確かにね、脇はぐった方が、脇はぐるとそういうことないよなとはずっと思ってたんだけど、あの手が、前腕が相手の背骨と垂直に、平行になればなるほど、こういう形が作りやすい。だから、今はそうしてる。あとこう、前腕と上腕で、相手にかける重心線が違うってことですか？全く違う。だから、あの、この、今の、うん、これだって、すずさん、顔自由でしょ。顔、そう、まあ、そう、うん。顔自由だけど、これは正常。へぇー。げんこつと
彼のみぞおちの前と後ろに俺の肩と俺の肩骨があって、ここで挟むんですよ。受ければ分かるよ、こうするし、こうするつもんなんか違うんだ。あ、こんにちは。こんにちは。そう、だからその、もう俺もあんまいいや、結局この自分の正中線と相手の正中線の交わり方によってどこを殺すかが変わる。そう、だからこう縦抜きとか、まあ、ももを絡まれてると、ここはこう顔を殺すよね。だけど、このまんで、この縦抜きだったら、このままでいいわけだね。とか、腰を殺すときも、まぁ、ちょっと変わるけど、これは引いてるけど、今度は胸を重くしてるわけだ。で、腰を開いて抜くときに、これがオールドパターン。顔を殺したの。これは、行くんだけど、手が入るから、必ず潜られるんですよね。だから、なんでそうなるかって言ったら、正中線がこう交わってたのこう変えてるのに手はこうなってると自分の目に上がかかるみたいになっていけんな、うん、あのだからこうすればいいじゃん。で手骨に沿ってこうですね。顔自由でしょ。顔自由です。で、うん、ここ俺の肩骨と肩が川端さんのみぞおちとみぞおちの裏ぐらいにあるよな。だから、はい、この前腕と上腕でちょうどパコッとこの線を挟むようにできてるから、だからなんか、まあ、動けないですよね。あとで、俺の頭が川端君の股に近づいて、しかもこれなんでいいかって言ったら後転性膨らまないんだよね、うん、なんで食らわないか、左肘が向こうにあるから、これが使い棒になって、この左手が彼の体に垂直だったらプッと後転する。これにやっぱり弱いんです。どうしてもあの振られちゃうから、うん、これがあるから、そう後転する。こっちの方向に来るんで、だから肘とそう使い棒を出すに頭を股の中に出るというのが必須なんですよ。これだと来ないだろ。しかも足は抜けるし、足は抜けるし、ディープに入れないし、うん、だから昔からでもやっぱ なんでかこれ最強だよなと思ってたんだけど、そうこれをそこの枠はぐった時は自分を意識しないままに頭股に入れてたんだよね、うん、だからこう俺はすげえ強いと思ってたわけだけど、そっか、だからこの、ま、あの帯背骨の真ん中のところを縦に横取って作って、この、うん、これでもこのいろんな上半身の組み方が俺の中ではあの説明できるようになってるんだけど、今ので分かった。持つところってそんな深くギュって握ってなくて、背中の、うん、帯までは握ってないってことですよね。中心ぐらい。あ、それは全然違う、うん、まあちょっと背骨のところを沿わせて、うん、で圧迫をかけるためにちょっと正中線で挟み、うん、まあ、手と、うん、あの頭に挟み込むみたいな形ってことですね、うん、だから帯を取りす、まあ、それでもあるんだけど、どうしようかな、ちょっとごめんなさい、どうしようかな、横に行ってもらって、はい、例えばこういう物体をパチッと挟むとき、深いとか細いとかじゃなくて、俺の肘の位置が重要、肘がどこに来るかが重要になるわけ。肘はこの彼の藤田さんの背中と腹側のこの分水嶺、ここに肘がないと挟めないよね。なぜならなんか直線と直線がこう来たら挟めるけど、なんか これ挟めんじゃん、ここに隙間できたらこれでも挟めないよね。スリーパーと一緒で、ありがとう、スリーパーと一緒で肘、まあ一番締まるのはこの喉仏と肘の曲がるとこが合わされば左右からパチッと。